コーナー。さあ、デトロイトビカムヒューマン続きをやっていきます。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アナルズ長谷川です。アマンダを見つける、パッと見いないっすね。また一人一人顔をスキャンしていく感じか。綺麗な庭園ですね。うわー、綺麗。アマンダ？お、なんかあるぜ。墓？ここは霊園だったのか。コナーマーク1。私か。私の墓。ここにも何かある。これともう一個今なんかあったよね。これだけだよね。間違えた。後ろ振り向こうとしたら、何もないか。じゃあ、見落としない。結構近くまで行かないとスキャンできないやつもあるのか。結構大変だな。どこだ？人間らしき人影もないんだけど。あ、あれか？あのバラがたくさんあるところに人がいる。でも男っぽい。全然アマンダっぽくないけど、まあ一応見てみよう。外見じゃわからんからな。女性だ。アマンダっぽいな。こんにちは、アマンダ。コーナー、会いたかったわ。よく変異体を見つけてくれましたね。操作でも優れた能力を発揮したとか。でも変異体とは不安定なもの。もっと用心すべきでしたね。急に話を引き出せると思ったんですが、判断エラーでした。ああ、いいでしょう。今後はくれぐれも油断しないように。尋問はかなりの困難を伴ったようですね。変異体をどう思いました？なんだろう。所有者の虐待による PTSD の兆候が見られました。まるでプログラムが完全に書き換えられたかのような状態です。コーナー、アンダーソン警部補が公式に担当になったようですね。彼をどう思います？まだわかんない。期待通りではありませんでしたが、まだ確実な意見をまとめられるほど情報がありません。残念ながら協力し合うより他ありません。どう接するつもりですか？まあ有効的にはいきますよ。友人関係を築けるように努力してみます。信用させることができれば捜査が前進するでしょう。なんだ、全然俺に好意持ってくれない。変異の兆候を見せるアンドロイドが増えています。何百万ものアンドロイドが万が一暴走すれば大変なことになるでしょう。あなたはサイバーライフが生み出した最先端のプロトタイプ。事件を解明できるのはあなたしかいない。お任せください、アマンダ。なんか胸にたくさんチップ貼ってる。時間がないわ。アンダーソン警部補。
受付。ご用件は？アンダーソン警部補に面会を。許可の確認を。ああ、接続。警部補はまだいらっしゃってませんが、デスクでお待ちください。北極圏での緊張は高まる一方です、うん、昨夜ロシアの貨物船とアメリカの巡視船が衝突したとの。どうした？悪いけど水をもらえないかな。私が先に。国防長官のデニス・リグス氏は、これ以上過剰な挑発を見過ごすわけにはいかないと言明しています。北極圏に面する国、なんかないのかな。なんもないか。先行こう。この両国は速やかに国際会議を開催し、軍を撤退するよう呼びかけています。今のところモスクワもワシントンも中国を守っているようです。状況の変化が確認。あー、トットじゃん。トットがいるぞ。うん、ちょっと待って、こいつをあれか、いらない、いなくなっちゃったから探しに来てるってことか。ミラー、まだいるのか、うん、事件は解決したはずだろう。延長されたんです。そこの二人、ハンクが聞いたら大喜びだろうな。うん、お前の言った通りだったよ。一晩中おとなしくしてた。昼には移送されるはずだ。ここでちょっと会った方がいいな。その昼を狙うしかない。さっきの、ああここで話してた人、このパーソンと話したいな。でもまあトッドってわからないからね、これは。うん、他めちゃめちゃ見るところある。うん、お、アンダーソンここじゃん。すみません、警部補はいつも何時頃到着されますか？前の晩どこにいたかによるな。昼前に現れたら驚きだよ、うん、どうも。アンダーソン警部補を待つ。座ろう。新しい職場を探索する。もしもし、何のために座ったん？そうだな、確かにここで何かを集めといて、あれだ、昼移送されるアンドロイドを助けられるかもしれない。あれ、ああ、カールが死んだことがもう記事になっている。うん、心不全。あ、でもアンドロイドのことは書いてないね。うんうんうん。イワノフ首相の反発、特に何も見れない。ロシアの首相なんだね。うん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 。ロシア兵を即刻北極圏から撤退せよという要求を、うんうんうん、それに対し首相が声明を発表。メガホン外交と批判。アメリカの武力威嚇こそ北極圏の安定を脅かす最大の要因だと。もう本当にうまくいってませんね。さ、他見れるもの、この上の方はなんかないのかな。うん、太ってますね。ファウラー所長、他は何かない。お、捕ま、あ、これが、よし、出してやりたい。僕は廃棄されるんだ。ちょっとどうにかしてやりたい。僕だってこんなことは、でもどうにもできないんだ。
いや、ここ壁破ろうぞ。僕は死んだ。もう死の概念あるもんな。これもう人間じゃないですか。ここまで来ちゃったら。開けたい。くっそー、ちょっとどうする。あら、まずい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 。扉を開けろ。やべ、狂い始めちゃった。くっそ、ちょっと待って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 。あー、自殺した。連絡してくる。片付けておいてくれ。うわ、もう多分こん中入っちゃったらもうこのエンドしかないような気がするな。尋問されてんな。ハンクのデスクを調べるってある。うん、ここはただ入れるってだけか。マジか、助けたかったな。こいつは何したの。なんだよ、何見てやがる。何見てんだ。見続けてやる。文句あんのか。かかってこい。アンドロイドのキットだ。腹立つ。ちょっとどうにかできないかな。ここはもう見るだけしかできないのか。ハンクを調べるか。あれ、来てる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 わ。あ、違った。ただ太ってる人だ。またお会いできて光栄です。だが嘘だろ。ハンク、オフィスに来い。うん、あの人もワイルドスピード出てる人だな、このファウラー所長。毎日10件もアンドロイド絡みの事件が舞い込んでくる。昔から通報はあったが、ばあさんのアンドロイドが行方不明だとかその程度だった。それが今じゃ暴力沙汰や昨夜みたいな殺人事件まで起きてる。これはもうサイバーライフだけの問題じゃない。犯罪として捜査を始め、大事になる前に手を打たなきゃまずいことになる。お前には一連の事件の関連性を調べてほしい。待ってくれよ、なんで俺が担当なんです。俺なんかよりこの事件に向いてるやつは山ほどいるでしょ。俺はろくにアンドロイドのことも知らなけりゃ、携帯だってろくに使いこなせねえってのに。みんな手一杯なんだよ。それにこの類の調査はお前にうってつけだろ。ふざけんな。どうせアンドロイドの調査をしたがるやつがいなくて俺に押し付けたんだろうが。サイバーライフのアンドロイドが捜査に協力してくれる。この最新鋭のプロトタイプがお前の相棒だ。冗談じゃないね。相棒なんていらねえし、プラスチックの塊なんて持ってのほかだ。傷つく。おい、そんなに私を怒らせたいのか。ハンク、お前は警部補だろ。減らず口を叩く暇があったら私の命令に従え。減らず口叩かせてんのはあんただろう。まあもういい。今のは聞かなかったことにする。お前の小説みたいに分厚い懲戒フォルダにこれ以上ページを増やすのはごめんだからな。この話はもう終わりだ。ジェフリー、なんで俺をこんな目に遭わせるんだよ。俺のアンドロイド嫌いは知ってるだろ。マジで勘弁してくれと、うん、ハンク、お前の文句にはもううんざりなんだよ。従えないんだったらバッジを返すんだな。それじゃあもう出てってくれ。私も忙しいんでね。なんでそんなアンドロイドが嫌いなんだろうな。事件のファイルを閲覧したいのですが、どこで確認できるか。ハンクに聞け。出るときドアを閉めてけ。役に立たん。では失礼します、警部。ハンクの様子を見よう。
なんかアンロックしてない。くっそ。建設的な態度。あなたとご一緒できて光栄です。きっといいチームになりますよ。またアンロックしてない。とにかく私はあなたとご一緒できてとても光栄です。きっといいパートナーになれる。そうか、ハンクのデスク調べてないからか。どこかに使ってもいいデスクはありますか？そこなら空いてるぞ。そうか、先にハンクが来ちゃったからな。何来てんだよ。よいしょ。くそ、また調べらんねえ。ファウラー警部とは長いんですか？ああ、嫌になるほどな。出勤時間、もういいや、始めよう。携帯のファイルがあれば目を通したいのですが。デスクに端末があるだろう。どうぞご自由に。さ、失踪中。被害者はいつも通りアンドロイドを家に残して出勤したが、帰宅したところアンドロイドが失踪していた。家に押し入りの形跡はなし、アンドロイドが命令なしに家を出た可能性。これは被害者はチャンバーレイン通り842番にあるレストランチェーン店のファーストコニードックで、ウェイターとして、あ、お店の名前か、働く AV500、に襲われたと主張している。被害者によるとアンドロイドは現場から逃亡する前に突然被害者を突き飛ばし首を絞めた。被害者は所有してた AP700 に襲われた。アンドロイドは逃亡前に複数の部屋を荒らしている。何なんだこれ。被害者であるエーデンクラブのマネージャーは成人用ドロイド。アンドロイドは客を家まで送り届け、そのまま失踪したものと。あ、これがまあ、体を売る、まあ、アンドロイドなんだろうな。243件。お、1件目は9ヶ月前です。デトロイトで始まり急速に国中に広がっている。 AX400 型が昨晩人間を襲ったそうです。そこから捜査を始めると良いかもしれません。圧力。率直な意見を伝えよう。個人的な問題を理由に捜査を妨害するのはいただけませんね。お前に俺の何が分かるってんだ。お前はただそのプログラムを実行して黙って仕事してろ。何があったんだ、辞任を進めるって。私の任務は事件の解決です。あなたの機嫌が治るのを待っているつもりはありませんよ。いいかてめえ、俺の好きにできるんならお前をゴミ箱に放り込んで火をつけてやる。いいか、俺を怒らせるな。じゃなきゃ痛い目見るぞ。警部補、お邪魔してすみません。昨夜男を襲った AX400 型の情報が入りました。現場はレイブンデールのようです。ああ、分かった。いや、今のはどれもね、反感買いますよね。脅すと辞任を進めるですからね。さ、お、ハンクが手がかりを得た。手がかりを得ない方もあったのか。進もう。さあ、今度は誰だ？カーラか。大丈夫？死んでないよな。アリス大丈夫だよな。オッケーオッケーオッケー。
見た目を変える。さ、髪とかどうなってんだろうね。そういえばまた雨降ってるし。離れないって約束したすぐなのに。大丈夫これ。エリアを探索。デスツアンドロイド。うわ、やばいとこじゃん、ここ。危険だ、ここは。ここは危険。まずい。これは？もしかしてなんか入ってないだろうな。開かない。道具を見つけてトランクを開ける。お、いろいろあるね。とりあえずこっか。お、バールのようなもの。そしてここにも今なんか、いや、ここん？とりあえずもうタスクとしてはこのままトランク開けろってことか。任せろい。こんな後ろでガンガンやられたら起きると思いますけどね。さあ、あったけー。これをかけてやりゃよかったのに。爆睡。よし。ただこのこめかみのね、青いピカピカでわかると思いますけど、これはハサミ。で髪を切ると。よし。後ろの束切った方がいいと思いますけど、髪下ろしゃいいんじゃないの。かわいい。色も選べんの。ちょっと金はどうすか。白。ちょっと待って、間違えた。黒。やっぱ黒のが分かりづらいと思うな。大きくイメチェンだね。よし。取り外す。取り外せるんだ、これ。これなんかできないんだよな。下に下げてんのに。おい。よし、オッケー。こんなんできたらもう本当にさ、ただの人間にしか見えないよね。チェック。お、まだそこに何かあるな。何かしら。たくさん本落ちてんな、この2ページ。ほんのちょっとしかない。サイバーワイルドライフ。アンドロイド動物園が開園。へえ、すごいね。本物よりもリアルだと断言している。おすすめスポットになるだろうと。どうなんですかね。まあでも確かに動物愛護の観点からすれば全然そっちの方がいいよね。カナダ、アンドロイドがいない国。カナダにはいないんだ。法律でダメだって言ってるのか。まあでも怖いもんな。あれ、今のところカナダはアンドロイドフリーエリアにとどまっていると。なるほどね。じゃあもう出るか。
次は、トランクこじ開けた。で、近隣を調べるだね。警察がエリアを巡回中。どうすっか。トランク、まだトランク。でもまあこれならバレないしね。開ける。これでアリスと一緒にもう出るってことかな。起きて。アリス。起きて、アリス。傘取ってきた方がいいんじゃない？あれは夢じゃなかったの？ごめんなさい、現実。いいえ、夢じゃないの。気分はどう？寒い。これからどうするの？昨日出会ったアンドロイドが住所をくれたの。助けてくれるかもって。道路の向こう側に線路があるから駅は遠くないはず。歩く元気はある？行きましょう。さあ行くぞ。絶対傘を取ってきた方がいいと思いますけど。すごく綺麗だね。めっちゃポジティブ。ありがとう。本物の人間みたいだよ。そう、私はもう人間。あ、そうか、警察がアリスを探してるのか。警察が追ってきた。助かった。あ、いいぞ。まずい。ってことはそのうち念のため何か目撃情報がないか聞き込みさせてる。目撃情報がないか知らずろ。あれどうすんだ。マジか。どうしたもんかね。じゃあコンビニ行かなきゃよかったね。コンビニと違反ね。通りかかったバスに乗って終点まで降りなかった。恐怖に駆られたことによる突発的な行動。アンドロイドが恐怖だと。変異体ですよ。感情に圧倒されると理不尽な決断をするんです。それで一体どこにいるんだ。まだ近くにいるのか。計画もなく行くあてもない。やべえこいつ、迷水かもな。どうしよっか。電車の駅にたどり着く。コナーに見つからないように行かなきゃ。危険レベル36。警察に見つかるな。さあ行こう。 R2 を押して目的地と脅威を確認。急にステルスゲーになったな。危険レベル60。右行っちゃダメだね。じゃあこっちだ。隠れよう。あ、長押しね。よいしょ。よし、こっちこっちこっち。あ、大丈夫？危ない。右右右。よし。そこか。大丈夫だよね。警官はいない。よし。大丈夫、大丈夫、大丈夫。こういうとこにいたりしないよな。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。さ、よいしょ。危ねっ。よし。今全部満タンにならなかったな。これは右か。
よしよしよし、これで渡って、まず傘持ってない。あ、そう、オッケー。ちょ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 、いたぞ。嘘だろ、押してたじゃん今、確実に押してた。すごい。あ、ダメ、コナー、コナーもう、もう変なとこ行こう。ぐる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 しちゃおう。コナーがもう誤作動を起こす。誤作動コナー、ダメだこれ、もう行かなきゃいけないのか。いやー、もう L1 長押しだったよね、普通に押してたよね俺ね。よーし、見ちゃった。逃げられました。よし、ゲームオーバーだ。あぶねー、なんか反応してないんじゃないかと思う時あるな。大丈夫か。大丈夫アリス。え、ああ、母性よ。逃亡。うわ、これも分岐すごいね。ここ、お、ここめちゃめちゃ長い分岐あるぞ、これ。あれか。コナーが追いつくっていう分岐か、これは。うん。ということで、今回はここまで。次回もお楽しみに。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。ではまた。